皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is Haikyuu No. 20。伊達公と大場城西の戦いの続きでございます。そして次戦うのは我々のカラスチーム。Let's go! 始まりましょう。あれ、もう終わったか。そうかそうか。もう伊達公は終わったか。今回で青城お、こんなテンション。あれ、ウビオちゃん、わお、あれ、頭脳戦で負けたな。アンラッキーだな。なあおい、あかんのかい。当たるだろう。あー危ない。あ、すごっ。あ、すげえ。やば、お強い。ガード硬いね。お、やられた。お、なんか目つき怖っ。え、怖っ。怒られたな。かな。なんかスーパーエリートエース1年生。スーパーエリートエース1年生といえば、たくさんいるんでしょう。まあ、俺の一番推しは、猫間のセッターなんですけどね。頭脳戦のマスターと言うべきなのだろうか。可愛らしいキャラクターだからな。一押しと言ったけど、別にそこまで考えたわけではない。でもね、まあ、アニメを見る視聴者から考えると、その人が一番、なんだ？導入しやすいキャラクターなんちゃうかなと思ってる。だって、この、日向翔陽みたいな、もう、なんか、ガリファイア、バリバリファイアが入ってるやつとかマジ世の中に少ないんちゃう。こんなにガッツ入ってんの。どちらかといえば人ってもっと朝日みたいな性格が一般的かなと思う。なんか頑張るときは頑張るけど普通に怖いものは怖いし、崩れるときも崩れて、もっとなんかそういう2、3面性のあるキャラクター。朝日結構リアルって感じがする。だってキャプテンもキャプテンでさ、マジ意地張って頑張ってんなと思っちゃう。あの人結構大変なのに、もうキャプテンだからさ、意地張らなきゃいけないんだよね。おっと、惜しい。やば。お疲れ。ミカサ。おいやちゅうよ。誰がサーブすんのか最初。普通はセッターを前に置きたいと思うから、普通に青葉城西のキャプテンはサーブすると思わないんだけど、
この人前センターからスタートとか前左からスタートと思っちゃうんだけど。なんか日本って冷えてんな、もう。うん、ま、部屋の中でも。やば、折れたーって似てんのかな、似てんのかな。すんごいんじゃぜ。牛若まあ先生落ち着いてんな。身にしみたか。お、ぶち切っていこうとか、なんかすごいすごい、なんだろうか、挑戦的なこと言っておりますね。おお、泣いちゃうね。俺が言う側だったら。やば。しかも初っ端からサーブすんのお前か。そう。一回り二回り強くなったって、それは小さな巨人と比較してんの、それとも前の壊れたカラスの時代と比較してんのか。ああいう安定感ってチームだな。でも超えていくしかねえ。その道他ねえぞ。あの敗北を超えてこい。やさあ。さて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 。やりまった皆さん。あとちょいだぞ。スタート。お、女子さんに。ノリがいいんだけどね、成長チームは。いけー、城塞。おー、ナイス、ディグディグディグ、ナイスディグ。ここで、お、いけ、日向。あー、ビューティフル、あげたなと思うやんか。きた、西の矢からのバックレシーブ、ほんで連撃。おう、朝日大砲。 Oh shit, that was a good point, that's a good point。 あー、サムネ決定は。
16番、目つき悪い。悪いね、目つき。アウトかい。きつ。こういう猛烈。おナイス、上がっただけでも喜ぶべきと。あうー、ドゥード、お前らうまいな。これもう強豪になってきたな。普通に全国レベルだろう。あ、愛してるぜ。まあ、そのうちな。そんな欲張んじゃねえぞ。おう、おう、ジーザス、結構いい感じに取ってんじゃん。アコギのギターの BGM やな。まあ、でも日向だけじゃねえっていうのは重要なんだよね。そのうちさ、ナイスさ、オッケー、あげたあげた、いけるか、速攻、おお、まあ気にすんな、切り替え、ナイス、つなげつなげ。あ、蹴られた。おい、前の今やばいぞ。ここの蹴りってやばいじゃん。お前らブロック構えてんのに蹴るとか。普通に気が散るよ。ブロックしようとしてんのに。目開いてるぞ。見えてるか。マジラッセンガンやな。ナイス。 That's so good, man. 大砲キャノン。ロックオン。一本成功。豪華なエピソードやな、これ。これでまだ半分ポイントでか。お、いけいけ。いけ、あっ、クソダメージ。ナイスキー。それな。な、まあそうだね。お前責任取るや。青城、正常か。めっちゃギャラリー増えてきてんな。おー、
beautiful, holy shit! 嘘だろ今の。アムレシーブキッズ。みんなもうデグうまいわ。ディフェンスも攻撃もマジマジバッチシになってるわ。でも16番の目つき悪いやつが入ってちょっとゲームプレイのフローが変わるっていうのは目に見えてるぞ。おお、ナイスキー。いやでもね、だからそうやってネットに入るのが割と普通のことやからさ、どんだけ上手くても。狙ってくんのはわしや。なんか何このやばい音楽。あ、人いる。あ、マーキングされてる。あー、それでそういうことか。はあはあはあ。なるほどな、しぼんだな。そのシュートできる場所をここだけに絞らして、そしていい感じにディグができた。うんうんうん。だからこんな怖い音楽なんだね。ね、マジ冷静な判断。でも今回もギリ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 。おお、あんた頭いいかい。ねえ、これ長くなりそうね、この試合は。一点一中かかったらどうすんねん。この無限のデュースとか。昔はな、俺がこれやってた時代は15ポイントまでやったんだよね。ほんで、サーブするときだけポイント取れるっていうルールだったか。死ぬほどゲーム長かったんだよね。今だったら、切り替えのタイミングでも相手チームはポイントもらえるから。おお、おおシェッ、 What the fuck is happening? あ、外やん、外やん、入ってへんやん。なんかやべえサーバーやったけど。やばかったな今の。魂が魂。大砲持ちですね。だったな。もう一回ビビリア。怖っ。なあ、テニスでもそういう速いサーブとかよくあるんだけどさ、バレーボールはでかいからな、ボールそんなクソみたいに速いっていうことそんなないよね。お前真似るか。
いきなり真似ないで。でもやるよね。でもやるよね。いや、いや、安心して。影山今からなんか意地を張ってなんかやべえサーブしようとして、あ、普通のサーブだった。あいっ、逆裏がプチカブー。ああ、ね、いい感じに話してたのに。近づいてくんなよ正常。そうだよそうだよ、もういいってん。そりゃそうだよ。あ、タイムアウト。あ、16番入れてる。きた、新しい新兵器。新しい新兵器って言葉おかしいよね。多分すんげえやばいやつだと思うよ。俺マジ警戒してるからこいつ。まず目つき悪いし。不良殺人サーブ。おお、ギャーッ。どうなるの ?16 番に渡すのか。いや、早っ。早い。え、いや、なんか、はあ、はあ、マジパクりやがったな人のボール。何言ってんだよ。そんななんかやべえ変化したみたいな言い方。でもまあ、こんな不思議くん入れるとかすげえよな。青葉城西のなんか恋し合ってる汗だきだき友達チームがまあちょっと狂ったものになるっていうわけなんですよね。まあ、あの目つき悪いところは、これから最高に仲のいいキャラクターになってくるっていう証拠なんでしょう。ちょっと、ナルトのあれみたい?なんだっけ?な、名前、ガーラ。ガーラやん。うん。そうなんです。ほら、この伊達子の、あの鉄壁のブロッカーくんもすごい目つきやばかったやんか。でも本当は超可愛らしいキャラクター。もうそういうの決まってるんだから、みんな安心して見れると思うよ。これからはもうベストフレンズになるから。でもまあかなりビビるよね、あのジャンプ。どのボールをパクり上がって、そして一発のキルを入れるとは。ああ英語でね、人がスパイキして、スパイクして1点取るとき切るって言うんだよね。お、いや、赤いものなんやな。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひ今後も見ていただければと思います。 Until next time, goodbye. お気に入り。